西浦正幸さんです。本日はどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん今日は上映会来ていただいて本当にありがとうございます。桜姫役の大空直美です。今日はよろしくお願いします。楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。どうですか、たくさんの方々が上の方まで見に来てくださいました。嬉しいです。本当に見えておりますよ。本当に1話2話3話までも余すことなく吸収していってくださいよろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。続きまして心は姫役衣川梨花さん、ご挨拶お願いいたします。はい、心は姫役の衣川梨花です。ライブビューイングで見てくださってる皆さん、はい、見えてますか。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。いただきます。本作のラインプロデューサーの相馬昌司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、PA ワークスラインプロデューサーの相馬です。本日は上映会の方お越しいただきましてありがとうございます。そしてまた本日は池袋、大阪、そして我々の地元富山の方もライブビューイングつな、いでいただいているということで、そちらでお楽しみの皆様も、短い時間ではありますが、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして最後に本作の監督を務められた吉村雅之監督、どうぞよろしくお願いいたします。あ、こんにちは緊張されてますよね。あ、すいません、タウエモン役の吉原さん。いや見た目そっくりだけども、いや違います。アニメーションの方のね、監督をやらせていただいております、吉原と申します。今日はよろしくお願いします。どうぞこちらで皆様と一緒に。それでは、そもそもですね、このアニメ天水の桜姫は2020年に発売された人気ゲームが原作となっています。お二人ゲームでも担当されていましたけれども、いよいよアニメ化ですね。はい、やっとアニメ化していただけましたね。私はもうゲームが本当に素晴らしい作品だったので、これはアニメ化するなともう確信を自分の中でしていたので、なんか本当にやっとここまで来れたなと思っております。いかがですか。そうですね、私としてはやっぱり桜姫はゲームで演じさせていただいた時から本当に思い入れが強くて、一歩一歩もう苦労をして成長していく彼女のことを本当に愛情を持って見ていたので、こうしてもう演じた時から数えると5年か6年くらいの時が経ってるんですよね。ゲーム発売は2020年でしたけれど、それより1年とか2年とかかなり前から演じて準備していた作品だったので、本当にそういう大切な作品がアニメ化する、まずアニメ化するっていうのは我々声優にとってすごく格別でとても嬉しいことなんだ、本当に嬉しいなと思ってます。皆さんにお届けできてもう幸せな気持ちでいっぱいです。はい、がうちの、PA ワークスの代表の堀川、はい、が兼業農家を実際に、やっているというのもありまして、非常に僕ら、確かに田植えとか、稲作というものに、近いアニメーションスタジオっていう意味では非常に、おそらく日本でしかないと思いますので、そういったところをこう、期待していただいている部分というのも、多分にあると思うので、そこはやっぱり、気をつけてっていうのもありましたけど、もう毎日が田んぼを見るという生活なので、いやこれはリアルそうなんですけど、田んぼの中を通勤して会社に行きますので、田んぼが身近にある生活ですね。実際にスタッフの皆さんもこうスタジオでこう稲を育てられたりしたというふうに伺ったんですけど、実際どうでしたか。そのゲームの中もありますし、リアルもやりますし、いかがでしたか。やっぱリアルは大変ですよね。ゲームはね、まだこうボタンでできますけれども、やっぱリアルはそういうわけにいかないですし、あとやっぱりこう気候変動とか、あと水の量でも、だうちももう今年2年目でもう一回またやってるんですけど、ついこの間枯らしちゃったんですよ。あら、ちょっと水の調整失敗して、あらあら、やっぱうまくいかないもんなんですね。っていう、やっぱり実際やっぱやるとなるとその難しさっていうのはありましたね。毎
年うまくいくとは決まってない。そうですね、自然の、自然のね、すごいな。でもリアルでもそうやって稲の栽培をされたりだとか、実際伺ってどうですかお二人は。ドキドキしちゃう。実は我々も、はい、JA さんとの、企画でバケツ稲の稲作にチャレンジしてまして、バケツの中で稲作をするというのにチャレンジしてて、絹川さんは結構バケツ稲先輩です。あ、そう、いただく1ヶ月前くらいからすごいプライベートで応募して、はい、はい、自分でもうバケツ稲をやってたんですけど、はい、はい、でいただい1ヶ月後にいただいて、この成長のやっぱスピードが1ヶ月違いで全然違うので、うん、お水の量もそうだし、なんだろう、いろいろお世話のなんだろう、かかり具合っていうのかなっていうのが全然違うし、同じように最初に育てたやつと同じように育ててもやっぱなんか全然育ち方が違くて、やっぱ1ヶ月の差ってでっかいなと改めてなんか実際に育ててなんか分かることがありましたね。でも千原さんは例えばここはこだわったぞと、ぜひ見ていただきたいぞというポイントを教えてください。はい、こんなことにとてもね、ゲームのストーリーラインが素敵で、もう最初にお話しいただいた時から、まあアニメで、まあ、多分ね情報量はものすごいアニメの方が少ないんですけど、まあやるとしたらこの素敵な物語を13本で構成して皆様に最初にお届けするっていうことだろうなと思ったので、まあ、そこをとにかく、シンプルに見ていただこうっていうつもりでやってました。そうですね、ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、はい、はい、今日いらしてる方はゲームをもうプレイしましたよという方はどれぐらいいらっしゃる。ありがとうございます。多数が、そうですね。でやっぱり、まあ、今日この後見ていただく1話から3話もそうなんですけれども、もちろんゲームのちゃんとストーリーラインっていうものをきちっと追ってはいるんですけれども、ただやっぱりゲームで描ききれなかった、例えば、都の中とか、そういったこう新しいやっぱり場所とか情報ってものをアニメーションでは結構追加をさせていただいてますので、そういった意味ではこうゲームをプレイした皆さんにとっても、もう新しい感覚とか感動っていうものがおそらく得られるのではないかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。ありがとうございます。はい、やっぱ原作ゲームにないシーンというところもやっぱりアニメではございまして、やっぱ私のキャラでいうと心は姫とかが、やっぱ原作ゲームだとやっぱ最初は引っ込み思案、あんまり言いたいことも言えないの間にいつの間にかさくなさんが、さくなさんが島に行ってしまったって感じなんですけど、やっぱちょっとそこはね、アニメオリジナル的にこの強い心は、心はのなんだろう、うちに秘めてる強さみたいなのもちょっと垣間見れるんじゃないかなと思っておりますので、そういうところもちょっと注目してみていただけたらなと思います。いかがでしょう。はい、そうですね、さくな姫役としましては、本当にさくな姫っていうキャラクターはどん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 成長していくといいますか、心の成長がすごくて、一人の女神としてしっかりと成長していくんですけれども、皆さんに今日ご覧いただく1話2話3話の中でもすごく頑張り屋さんな部分が見て取れたりして、あ、さくな姫ってこういうところはグッとこらえることができるんだとか、こういうところはやっぱり感情爆発しちゃうよねとか、なんかこう感情の動きだったりとか、あと成長っていうところを1話2話3話の中でも感じていただけると思いますので、ぜひそういうところにも注目していただきたいですし、あとは稲作の表現が本当に素敵で、桑でこう耕した時の土の感じとか、お水を張った時のこれぐらい張ってこれぐらいのぬかるみでとか、そういう細かいところもピエワークスさんなんかならではのリアリティというか解像度の高さなのかなと感じましたので、そういうところも見ていただけたらと思っています。